い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントスペシャルランボルギーニカウンタック LP500S を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカイベントスペシャルのランボルギーニカウンタック LP500S です。ボディカラーの方はイエローのソリッドだね。でフロントの正面の方から見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところには LP500S って刻印がされてます。バンパーのところはイエローだね。でこのままボンネットの方を見ていくと中央の部分にはランボルギーニのエンブレムがプリントされてます。ライト類はシルバーの塗装だね。でこのままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。ランボルギーニ特有のこのシャープなボディラインがかっこいいね。ホイールの部分はゴールドメッキになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。これもナンバープレートのところに刻印がされてあって F037 って刻印がされてます。テールランプのところはレッドの塗装だね。で助手席側はこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとリアスポイラーの部分もこれもダイキャストでできてるね。イエローで塗装がされてます。でこういうエアフローの部分もブラックで塗装されててかっこいいね。内装の部分はこんな感じだね。薄いグレーのカラーリングだね。ステアリングとシフトノブのところもしっかり作られてます。でよく見るとステアリングの部分は T 字型になってるね。なかなか凝った作りになってると思います。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でドアは開かないけどエンジンフードが開くんだね。開けてみるとエンジンヘッドがシルバーで塗装がされてます。で裏の方を見ていくとランボルギーニカウンタック LP500S ナンバー F12 の2003年のシャーシーになってます。イベントスペシャルってプリントがされてあるね。カウンタックっていうとレッドのイメージがあったけどイエローもかっこいいね。爽やかな感じのスポーツカーになってます。でこのトミカはちょっと年代物のトミカだね。トミカ博の2004年の来場記念品だそうです。はい、カウンタック LP500S を2台並べてみました。レッドの方はこれはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルだね。でこちらの方が今回紹介したイベントスペシャルのモデルになります。当然トミカプレミアムの方が作りはしっかりしてるけどこの当時のランボルギーニカウンタック LP500S も意外といい感じの形してるね。中央の部分のランボルギーニのエンブレムもしっかりとプリントされてます。でこうやって見ていくと内装のカラーリングも微妙に違うけどやっぱり内装の作りも今のモデルの方がかっこいいね。でこのまま上の方を見ていくとリアウィングの形状とかもよく似てるね。エンジンフードの開閉があるギミックも嬉しいね。で後ろの方はこんな感じだね。当然トミカプレミアムの方がしっかり作られてるけどベーシックトミカの方もかっこいいね。このシャープなボディラインとワイドボディはやっぱりかっこいいね。いい感じにできてる1台だと思います。箱の方は正面のパッケージにイベントスペシャルって書いてあるね。側面の方はこんな感じだね。で裏の方はこの部分にランボルギーニってプリントされてます。はい、今日はトミカイベントスペシャルのランボルギーニカウンタック LP500S を紹介しました。やっぱりスーパーカーらしいシャープなボディラインはすごくかっこいいね。イエローのボディカラーもすごく爽やかなイメージで良かったです。でランボルギーニのエンブレムもしっかりプリントされてたね。
トミカプレミアムと同じぐらいの精度のプリントになってました。でこのモデルはトミカイベントスペシャルっていうだけあってちょっと年代ものだね。2004年のトミカ博の来場記念品だそうです。で今回このトミカはメルカリの方で購入してます。未開封の状態で1000円ちょっとぐらいだったね。で14、5年前のトミカっていうとさすがに傷がたくさんあって当然だよね。だけど今回このモデルは未開封だったので綺麗な状態でコレクションしていこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。